インタビュー結果を効率的にまとめる。インタビュー調査を行った後に重要となるのが、その結果のまとめ方です。どうすれば的確にインタビューの結果を集約し、分析に活かせるのでしょうか。インタビューの文字起こしを効率化するには、ノッタの文字起こし機能、AI 要約を活用するのもおすすめです。インタビュー内容を文字起こしする。ホーム画面の右上にある録音開始をクリック。録音と同時に音声がリアルタイムで文字起こしされます。録音中にタグ付けアイコンをクリックすると、音声データの重要な箇所にタグ付けすることができます。画面下部中央の一時停止再開ボタンをクリックすると、録音が一時停止または再開されます。録音を終了したい場合は停止ボタンをクリックしてください。録音終了後、ホーム画面から録音データが確認できます。録音ファイルを文字起こしする際は、ホーム画面のインポートをクリック、ファイルをドラッグ&ドロップすると自動的に文字起こしされます。文字起こし内容を編集する。話者ごとに発言を区別するために話者の名前を設定します。同じ話者の名前を一括変更することも可能です。相手の発言をより明確にしたい場合、左下隅の話者から相手だけを選択することで、相手の発言の背景色を変更できます。倍速再生や3秒戻る3秒進む機能を使って、録音を再生しながら文字起こしテキストの内容を確認することができます。空白音をスキップしたい場合は、無音スキップをオンにしてください。編集したい文字にカーソルを合わせてクリックすると編集できるようになります。編集した内容は自動保存されるので、手動で保存する必要はありません。編集した文字起こしテキストをダウンロードする際は、話者、経過時間などをファイルに含めることができます。ワードやテキストファイルなどの形式で文字起こしテキストをまとめながら記事の原稿を作成できます。インタビュー結果をまとめる。録音ファイルの文字起こし完了後、ノート左の AI 要約エリアにあるインタビュー面接テンプレートをクリックすると、 AI テンプレートが適用されます。インタビュー内容はテンプレートに設定されたプロンプトによって自動的に生成されます。 AI 要約内のすべての内容を削除すると、最近使ったテンプレート3つとテンプレート管理が表示されます。最近の3つ以前に使ったテンプレートはテンプレート管理をクリックすると表示されます。いずれかのテンプレートを選択することで要約を再生成できます。画面中央にある AI 要約を非表示をクリックすると、AI 要約が非表示となり、 AI 要約を表示をクリックすると再表示されます。インタビュー内容を共有する。構成と編集が終わったら、取材対象者にインタビュー内容を共有してチェックしてもらいましょう。画面右上の共有ボタンをクリック。外部共有のトグルをオンにするとデータが共有されます。その際、タイトルの右側に共有中と表示されます。外部共有を停止するにはトグルをオフにしてください。リンクをコピーをクリックすると、共有リンクがクリップボードにコピーされるので、これを相手に送信できます。共有画面ではインタビュー内容、 AI 要約などが表示されます。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もお願いします。